こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。今回はセブンイレブンでおすすめの食材3選というところで、以前ですね、コンビニで注意すべき食材というところの動画を上げたんですね。で、そこでコンビニで食材を選ぶ際のポイントだったりとか、こういう食材を避けた方がいいよって話をしたんですけど、じゃあ実際どういう食材がおすすめなのかっていうところの質問を結構もらいましたので、今回は特にセブンイレブンでですね、私が買うであればどういう風な食材を買うのかっていうところについて3つ具体的な例を上げて解説します。で、コンビニでのですね、注意点に関しては概要欄にですね、以前上げた動画のリンクを貼っていますので、ぜひ確認してみてください。それを踏まえた上で、セブンイレブンでの具体的な商品を3つ上げて、コンビニでの食材の選び方について解説します。で、ちょっと注意してほしいのはですね、私はですね、今九州にいて、どうしてもですね、九州のその熊本で買えるもので選んでるんですね。なので、今回実際紹介するのは関東になかったりするものがあります。ただ、それと同じような商品ってのを実際ここには持ってこれないんですけど、商品名を上げて紹介しますので、私が今日紹介したものがないところに住んでいるのであれば、そちらを選んでもらえるといいかなというふうに思います。これ以外にもセブンイレブンでもっとこういうものもありますよっていうのがあれば、ぜひですねコメント欄で紹介していただければなというふうに思います。では早速内容の方に入っていきます。コンビニで食事をするときって結構やっぱり悩むと思うんですよ。で、特にですね、私もセブンに行っていろいろこう見てみたりするんですけど、あ、なんかこれ脂質が高いなとか栄養バランスちょっと悪いなっていうのが多いんですね。で、その中でも割と手軽に食べれて栄養バランスがいいものっていうのがありますので、3つ具体的に紹介します。まず1つ目、じゃーん。鶏ちゃんこ鍋です。これはですね、おそらく九州しかないんじゃないかなって思うんですが、これのいいところは何かっていうと、まずカロリーが低い、脂質が低いっていうところなんですね。これの栄養バランス、PFC バランスどういう風になっているかっていうと、カロリーが189キロカロリー、タンパク質が 22.7g、 脂質が 5.9g、 炭水化物が 12.6g、 食物繊維が 2.5g という風になっています。これだけのボリュームがあって、脂質が 5.9g しかないんですね。そしてタンパク質も 22g、 これだけで 22g を取れるということになります。タンパク質 22g って体重 60kg ぐらいの私が1食で取った方がいいぐらいの量なんですね。なので女性であればこの鶏ちゃんこ鍋を1つ食べるだけで十分すぎるぐらいのタンパク質量が取れることになります。まあ、ただ言ってしまえば、炭水化物の量っていうのが少ないので、もし栄養バランスをもっと整えるっていうのであれば、これにおにぎりとかをつけると栄養バランスは整えやすくなるかと思います。で、見てもらえるとわかると思うんですけど、このボリュームで200キロカロリーないんですよね。実際食べるともっとわかるんですけど、結構これでお腹いっぱいになります。まあ、たださっき言ったように炭水化物、まあ、糖質の量も少し少ないですし、食物繊維の量も少ないですので、これにおにぎりだったりとか、あとは野菜っていうのをつけるとバランスは取れるかなというふうに思います。で、関東だとですね、実はこれと似たものでもっといいものがあるんですね。これ知ってる人も多いと思うんですけど、何かっていうと、タンパク質が取れる鶏鍋って、前は味噌味が出てたんですけど、今は豚骨醤油味が出てます。で、このタンパク質が取れる鶏鍋の豚骨醤油なんですけど、一つが239キロカロリー、タンパク質がなんと 33g も入ってます。そして脂質が 8.5、 炭水化物が 10.5、 うちの食物繊維が 6g 入ってるんですね。なのでこの鶏ちゃんこ鍋よりもタンパク質量が多い、しかも食物繊維量も多いっていうのが関東などで買えるタンパク質が取れる鶏鍋になります。ただですね、タンパク質が取れる鶏鍋も塩分が1つ 6g ぐらい入ってるので、まあ、少しですね、やっぱりスープとかを少なめに、スープを残すっていうことをやってもらえるといいかなというふうに思います。またですね、鶏ちゃんこ鍋もタンパク質が取れる鶏鍋もですね、やっぱり女性にとってはですね、1食で 22g とか 33g っていうタンパク質で少し多かったりするんですね。なので、まあ、少し多ければ分けて、このちゃんこ鍋だったりとか鶏鍋ってのを少し減らして、ご飯の量、おにぎりとかを増やして栄養バランスを取っていくといいんじゃないかなというふうに思います。で、そしてですね、結構脂質を見てもらったらいいと思うんですけど、脂質がですね、やっぱり 10g 以下っていうのはかなり優れた食材になりますので、コンビニで選ぶときはこの鍋物、そして脂質の量を見て選んでもらえると間違いないというふうに考えてください。セブンイレブンでおすすめの食材2つ目、味噌仕立ての団子汁です。で、これも多分熊本だけから団子汁って多分わからないかなと思うんですけど、まあ、簡単に言ってしまうとうどんみたいなもんです。味噌汁の中にうどんが入ってるのを、まあ、団子汁っていうふうに考えてもらったらいいかなと。まあ、ちょっとうどんとも形が違うんですけど、まあ、そのようなものだというふうに考えてください。で、これはですね、何が優れてるかっていうと、さっきのちゃんこ鍋と違って炭水化物がしっかり含まれてるんですね。で、具体的な栄養バランスとしてはですね、一つでカロリーが 246kcal、 タンパク質が 12.2g、
2g、脂質が 2.8、炭水化物が 45.6g、そのうち食物繊維が 5.3g ということになってます。で、先ほどのちゃんこ鍋とかですね、鶏鍋と比べるとタンパク質量少ないんですけど、けど一つで 12g もタンパク質が取れる。しかも脂質が 3g も入ってない。炭水化物も一緒に取れる。さらに食物繊維もこれだと 5g 以上取れるっていうところでかなり優れています。で、もしですね、これに何かこうタンパク質をつけたいなっていうのであれば、ゆで卵をつけてみたりとか、あとはもうちょっと全体量増やしたいなっていうのであれば、おにぎりをつけて炭水化物の量を増やしても全然 OK だと思います。これもですね、さっきとちゃんこ鍋とか鶏鍋とかと同じように、かなり脂質が低くてタンパク質が取れる食材になっています。で、セブンイレブンとかですね、この2分の1の野菜が取れるとか、野菜たっぷりっていうものを選んでもらって、そしてさっき言ったように脂質の量が 10g 以下、もしくは 10g 前後であれば、かなり優れた食材というふうに考えてもらっていいと思いますので、そういうふうな選び方をしてもらえるといいかなというふうに思います。そしてですね、これも残念ながらです。似たような食材で関東の方がもっと優れてるやつがあるんですね。で、それが何かっていうと、1日分のたっぷり野菜、もりもり野菜タンメンっていうものです。これですね、めちゃくちゃ優れてます。これの栄養どれぐらいかっていうと、一つでカロリーが266kcal、タンパク質が約 18g、脂質が 4.5g、炭水化物が 42.9g、そのうち食物繊維が 9g 入ってるんですね。なので、この九州、熊本に売ってある団子汁のものよりも、タンパク質も取れるし、食物繊維も断然多い。それが1日分のたっぷり野菜、もりもり野菜タンメンになります。なので、まあ、なんかいろいろ選んで買うのがめんどくさいなっていうのであればですね、こういう風に炭水化物が入ってるもの、今挙げた熊本であればこの団子汁だったりとか、さっき挙げたもりもり野菜タンメンとかっていうのがですね、タンパク質も取れる、脂質も低い、そして炭水化物も取れるっていう、一つで栄養バランスが取りやすいですので、おすすめになります。まあ、ちょっとですね、いろいろセブンイレブンのサイトで見てみて、実際私熊本のセブンに行ったんですけど、まあ関東とかの方が優れた商品が多いなっていう風には感じました。と言ってもですね、まあ今挙げた2つも結構優れてるのでいいとは思うんですけど、選び方としてはですね、やっぱり2分の1の野菜が取れるっていうものだったりとか、さっき言った脂質が 10g 以下もしくは 10g 前後とか、そういうもので選んでもらえばいいかなという風に思います。セブンイレブンでおすすめの食材3つ目、タンパク質が取れるチキン&昆布サラダになります。まあ皆さんが大好きなパンですね。パンってですね、どうしてもですね、コンビニで買うと脂質が多かったりするんですね。まあそもそもパンに脂質が入ってるのと、やっぱりマヨネーズとかですね、あとはウインナーとかが入ってるので、脂質がものすごく高くなりやすいんですよ。で、その中でもですね、このタンパク質が取れるチキン&昆布サラダっていうのはですね、なんと脂質が 6.9g しか入ってないんです。これの栄養としてはですね、カロリーが 246kcal、タンパク質が 24g、脂質が 6.9g、炭水化物が 23.7g、うち食物繊維が 3.4g という風になってます。で、これはですね、おそらく全国どこでも売ってあると思います。で、同じようにですね、パンでタンパク質が取れるっていうシリーズも他にもあるんですけど、他のやつはですね、割と脂質が高かったりします。パンの中でもやっぱりダントツでこのタンパク質が取れるチキン&コブサラダっていうのは脂質が低いものになります。なので、ワンハンドで食べたいなとか、さっき言ったこの汁物とかっていうのはちょっと車の中で食べるの難しいな、パンが食べたいなっていうのであれば、このタンパク質が取れるチキン&コブサラダっていうのがおすすめになります。このようにですね、セブンイレブンでも栄養バランスを考えて商品を選ぶことができます。コンビニで食べるかってダイエットができないかっていう、そういうわけではないんですね。はっきり言って家でいろいろ考えて作るよりも、こういう風な食材を取った方が栄養バランスがよく取れる可能性も高いんですね。もちろんですね、食品添加物とかそういうものが気になる人ってのもいるとは思うんですけど、栄養バランスのことを考えるとこういう風な商品ってのはかなりおすすめですので、ぜひですね、コンビニで買わないといけないんだけど何を買った方がいいかわからないっていうのであればですね、今回の動画を参考にして商品を選んでもらえればなという風に思います。ポイントはですね、1日の2分の1の野菜が取れるとか、あとはタンパク質が取れるっていう商品、そしてその中から脂質が 10g 以下 10g 前後のものを選ぶと間違いないですので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では今回の内容は以上になります。ではまた。